はい、こんにちは、山城と申します。というか、まあ、シリーズの続きにはなっていると思いますけどね。ここはどこかというと三重県津市のね、近鉄大阪線東青山駅。実は東青山駅はね、津駅です、津市なんですよってね。まあまあまあいいか、最初のシリーズで言ってるからいいと思いますけど、まあ、ここだけちょっと切り抜きみたいな感じで ね東青山駅のね、駅のね構内にある、案内板にあるね、施設感染制覇をやろうとしてね、まあ見事にもう大惨事にあったわけでございます。そのあたりはもう今までの動画を見ていただいたらというところなんですけど、くどいわってね。いや今ね、その動画のところでもね、最初に冒頭にちらっと触れてました。なんか地下に行く地下通路があるんですよね。これをね今から行ってみようというわけでございます。そしたらね、なんかね石がいっぱい落とるなと思ったら、これあれですね、鹿ですね、鹿の糞ですね。奈良の鹿の糞と違って、この三重の、ね、鹿の糞はね、リアルな糞ですので、踏んだら大変なことになりますということで自然豊かなところでございます。でもやっぱハイキングされる方は、ちょいちょい来られてるみたいですね。とはいえこれすごいな。近畿日本鉄道がね通って、西青山東青山ってなってますけど、これは一応こっからこの通路を抜けていくと行けるの？行けるの？本当に？いやこれ久しぶりに電気も何もついてない感じなのかな。あ、一応電気はついてるか。ただこれ怖えな。ってことでね、この謎の地下通路行ってみようと思います。まあうちはね穴があったら入りたい。これも、これも一つシリーズにしましょうか。穴かっこ地下道があったら入りたいシリーズ。言うて相当マニアックなとこいっぱい行ってますからね。え、何これ怖いよ。え、これ何かな、南側の集落に抜けれるとかそういうことなのかな。え、いや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 、これ相当怖いな。はい、駅が2面4線になってますからね、入廷幅は広いですからね。あ、一応ライトがついてるのは救いだけど、あ、これ、横は何？あ、ちょっと水が排水になってるね。怖っ。これは怖いよ。ちょっとちょっとで、抜けたら、何がある？あ、かろうじて街灯のある。エコーすごい。これあれですからね、加工でやってるんじゃないですからね。リアルに地下道でこんだけエコーが響くんですね。すごいな。でただここから先はそのまんま国道の方までずっとまた獣道が続いてる感じみたいですね。もうね、これだけね切り取って見た人なら、いやいやいかんのかいってね、言われそうなところですけどね。もうね行ったところで次はね山の、国道が、ね、に行って、そこから何十キロも歩かないと、次のところまでたどり着けないの分かってますんで帰ります。ただいさえもうすでに、とんでもない山道を、もうほんととんでもないところを歩いてきましたんで、ね、あれはもう歩くというより登るですよね。散歩ではないですね。あれは登山って言いますよね。そういうレベルのね、ところを行ってしまいましたんでね、もうねヘトヘトなんです。もう無理です。はい、ということなんでね、これだけで1本行くか、これだけで1本は厳しいか。いやでもさっき閉めちゃったもんな。いいや、これだけで1本作ります。だから地下通路というよりは
近くから行く連絡路なんですね。もう足動きませんから無理だ。疲れた。おお、エコーがまだいいかする？もう大丈夫でしょう。ああ、なるほどね。こんな構造になってたんですね。ちなみに東海自然歩道のコースの入り口まで 7.8 キロですからね。入り口に着くまででもうゴールな気がしますけど、すごいな。世の中やっぱ歩く人はいっぱい歩くんですね。